ラスロサスでマドリードは、スペインマドリード州のムニシピオ。単にラスロサスと表記されることもある。2017年の人口は95,071人。スペイン広場スペインの首都マドリードの中心部から約 20km 北西に、あり、マドリード大都市圏に含まれる。マドリードとガリシア州のアコルーニャを結ぶ A-6 号線が通っている。レンフェの駅は、ラスロサス駅。 ラスマタス駅、エルピナール駅、エルテハール駅の4駅がある。北はトレロドネスト、西はビジャヌエワ、デルパルディリョやガラパガールと、東はマドリードのモンテデルパルド公園と、南はマハダオンダと境界を接している。スペイン語のローゼスは開拓地を意味する。住民の平均所得の高さはマドリード州でも有数である。 サンミゲル・アルカンヘル協会1930年代後半のスペイン内戦の際、ラスロサス周辺は主要な戦いの舞台となった。フランシスコ・フランコが主導者であるナショナリスト派の軍隊は1936年冬、ブルネテ・ビリアビッシオザ・デオドン、カンパメントの基地からマドリードの西方に向かって進軍した。共和国派と空軍の支援を受けたナショナリスト派が、 マドリード近郊で戦い、ラスロサスの住民は、およでマンサナーレスの洞窟など安全な産地に避難した。1939年にスペイン内戦が終結した際、サンミゲル協会と270個の集落のうち92個がひどい被害を受けており、無傷だったのは13個のみだった。行政大臣は内戦で破壊された町のための機関を発足させ、 ラスロサスもこの期間の計画に従って復興が行われた。20世紀後半にはマドリードのベッドタウンとして発展した。1991年の人口は35,137人だったが、2005年には2倍以上の76,246人となった。ホアキン・ロドリーゴ公会堂、ラスロサスには作曲家のホアキン・ロドリーゴの名前を 関したホワキン・ド・ドリーゴ公開堂があり、音楽学校や舞踊学校などが入っている。その他には4つの文化センター、3つの図書館、5つの展示場がある。1960年代のラッス・ロサスは映画撮影所として知られ、アメリカ合衆国の映画プロデューサーであるサミュエル・ブロンストンが建てたスタジオがあった。1963年のアメリカ映画、北京の55日には、 多くの地元住民がエキストラとして出演したが、商業的には失敗している。ブロンストンはラスロサスへの埋葬を望み、当地の墓地に埋葬されている。ラスロサスにあるサッカースペイン代表の公式練習施設、サッカークラブとしてはラスロサス CF があり、3000人収容のエスタディオ、ナバルカルボンをホームスタジアムとしている。ラスロサス CF は主に テルセーラ・ディビシオンやマドリード州一部リーグに所属している。1966年に CD ラスロサスとして設立され、2009年にはウニオンラスロサスと合併して現在の名称となった。アルバロメヒアはユース時代をこのクラブで過ごし、1998年にレアルマドリードの下部組織に移った。フットサルクラブとしては2004年に設立された。 UD ラスロサス・ボアディー a があり、このクラブは、ラスロサスとボアディー l デルモンデの双方を本拠地としている。UD ラスロサス・ボアディー a は専任人収容のパベリオン、ムニシパルデ・ボアディー l を、ホームアリーナとしている。2004から05シーズンはプリメーラディビシオンに、所属していたが、2005年には、セイグンダディビシオンに降格し、2008年には、プリメーラナショナル A に降格し、 2012年には、テルセーラディビシオンに降格した。バスケットボールクラブとしては1987年に設立された CB ラスロサスがあり、2000人収容のポリデポルティーボ、ラスマタスをホームアリーナとしている。1989年には初めてセグンダディビシオンに昇格し、1980年代末から1990年代には、 6シーズンを2部リーグで過ごしたが、リーがアッコブ昇格は果たせなかった。現在は主にプリメーラディビシオンに所属している。ラグビークラブとしては1971年に設立されたインヘニエロスインドストリアレス、ラスロサスラグビーがある。主にディビシオンデオのオールビーに所属している。アメリカンフットボールクラブとしては、ラスロサスブラックデーモンズがある。主にレネフセリエ A や、 セリエ B に所属している。2003年には、スペインサッカー連盟によって、サッカースペイン代表の公式練習拠点として、ラシューダでフットボールがラスロサスに建設された。土地は、ラスロサス市議会が、スペインサッカー連盟に寄付している。ありがとうございます。